こちらになります。なんじゃあ小豆トーストです。僕が作りたかったのは小豆フレンチトーストでございます。よいしょ。ちょっと食べてみてくれ。はい。あら、ちょっとあんこ、これあんこ、あんこ一から作ってよ。はい、食べます。どうぞどうぞ。うん、どうだ、粒あんだ、粒あん、粒あん、粒あんになっちゃった。こしあん作ろうと思ったんだけど、こしあんめんどくせえよな、できなかった、ごめんな、切れちゃった。どうですか、ちょっとパンがやっこすぎるな。パンやっこすぎる、うん、もっと硬い方が良かった、うん、味はどうだ、うん、まあまあだな、まあまあか、うん、もうちょっとそっち行って、やはりあの、まあまあでしたか。小豆作るの難しいね。難しいんだ。ちょっと飯食いなくなっちゃうな。うん、でちょっとでいいよ。昼間もずいぶん食っちゃったから、いいもんいい。うん。行くとき止めていくの？止めないでいいの？そのまで？うん、うん、お使いに行くときもいいんだ。全部、うん、ずっと一日中。危なくないか？大丈夫、うん、美味しいの作れるようにしたけど。な、夜の一晩につけてんだからな。な、これ、うん、うん、もうしょっぱいな。しょっぱい？OK。
冷たいよね。小豆はね。柔らかくなるのかこれ。煮立てて20分が経ちました。今蓋を開けて6回目の水差しをしたいと思います。こんないらないのかもしれませんが、はい、あと20分。今35分経ったんですが、まだまだです。この今の小豆は全く美味しくありません。お、柔らかくなってきた。もうちょいだな。今42分。大きかったからですかね。今42分経ちました。あと1分ぐらいしたらザルに移しやす。ちょい焦げ、焦げてはねえか。さあ潰していきます。全然潰れないまだ硬いのか。確認しよう。うわ、まだまだだな。いい感じだ。足りなかったか、やっぱり。いい感じだぞ。あっちいけど。
もう5分ぐらいずっとやってます。大変です。もっと柔らかくてもよかったかもな、豆が。になってきた。もうこれ当たり前に食ってましたけど、こんな作るの大変だっすね。全然まだ完全じゃねえけど。で、こうして。こんな岩みてえな。絶対バンでいく、絶対バンでいく、絶対バンでいく。後ろから後ろに来たしら。
僕が作りたかったのは小豆フレンチトーストでございます。もっと美味しく作るわ。もっと美味しく作る。大丈夫？大失敗だ。大失敗でした。